エディ・ゲレロは、アメリカ合衆国のプロレスラー。テキサス州エルパソ出身のメキシコ系アメリカ人。本名、エドゥアルド・ゴリー・ゲレロ・ジャネス。アメリカと、メキシコ両方の市民権を有する。最終所属は、WWE のスマックダウンである。ラティーノ・ヒートと呼ばれている、劇場家。プロレスの名門一家、ゲレロファミリーの一員である。父親のゴリー・ゲレロ。 兄のチャボ・ゲレロ・シニア、マンド・ゲレロ、ヘクター・ゲレロ、チャボの息子である老いのチャボ・ゲレロ・ジュニアもプロレスラーである。妻のビッキー・ゲレロは、WWE と契約して、RAW やスマックダウンの GM を務めている。また、娘のシャウル・ゲレロもプロレスラーとして活動し、現在は、ラクエル・ディアスのリングネームで、WWE 参加団体の NXT に、所属している。 メキシコ人ギミックとしてのライチートスティールを合言葉に意表をつくズリー先法を多用しギミックとしては相手に正面から挑むタイプのファイターではないが特にスペイン語を織り混ぜたりロックと同様スラングを駆使しての軽妙なトークが特徴であったプロレス一家だったこともありリングデビューは早い3歳でドロップキックをマスターしたとされ7歳の時には 当時4歳のおいであるチャボ・ゲレロ・ジュニアと、工業の休憩中に、余興的な試合を行ったところ、観客が夢中になり、売店を営む親族から、物が売れなくなるからやめるように頼まれたエピソードがある。プロレスラーとして、正式にデビューしたのは1987年の時で、ある。3人の兄たちとのコンビで、CMLL を、主戦場とした。 この時期にワールドレスリングアソシエーション WCW にも参戦している。新日本プロレスへ参戦1992年に素顔で新日本プロレスに初来日。この時は、正当的な動きの中に、キレのある空中技を披露し、天才レスラーと称えられた。また、この頃出会ったクリス・ベノワ、ディーン・マレンコとは、生涯にわたって、 親友と呼び合う仲になり、その後も行動を共にしていく。同じ頃、CMLL でマスカラマヒカという覆面レスラーへの変身を命じられる。しかし自身の扱いに不満を持ち、進行のライバル団体トリプル A に電撃遺跡、自らマスクを脱いで正体を明かした、ルチャリブレ史上唯一の選手となった。トリプル A では、トップ選手のエルイホベルサントと、 ニューアアトミックペアを結成した日本での活躍この時期は、日本とメキシコとを往復し、日本では2代目ブラックタイガーとして、重心サンダーライガー、3代目タイガーマスク、ベノはマレンコラと新日本ジュニアの黄金時代を築いた。メキシコでは3頭を裏切るとルードに転向、ラブマシーンアートバートロスグリンコスロコスを結成、トップヒールとなった。 ちなみに1996年には新日本プロレスが主催するジュニアヘビー級選手権ベストオブザ・スーパージュニアにおいて優勝している。1994年11月、イカップリング・ウィズとの契約の話が進む中、アートが休止。死因は日頃の過剰な薬物摂取であった。パートナーである以前に大親友であったアートの死の衝撃は その後のエディの人生にも大きな影響を与えた。翌1995年5月、単身、イカップリングウィズに移籍。デビューして、すぐにコールドスコーピオから、TB 王座をダッシュする。その後、TB 王座を、計2回獲得するなどの活躍を見せ、特に先に、イカップリングウィズに参戦していた、マレンコ、ベノワラとの試合で、イカップリングウィズのマニアたちからも、 熱狂的な指示を受けた。8月、3人で、WCW へと移籍。マレンコとイカップリングウィズ最後の試合に臨んだ日には、プリーズドントゴーというチャントが起こったほど彼らは、ファンに慕われていた。WCW へ、移籍かつて在籍していた頃とは違い、副社長、エリック・ビショフとヘビー級のベテラン選手たちが権力を、独占する WCW では、 クリス・ジェリコ、レイミステリオ、ウルティモ・ドラゴン、チャボ・ジュニアといったクルーザー級の選手たちとの名勝負を連発するもトップグループのポジションが与えられることはなかった。デビュー初期はダークマッチにおいてアレックス・ライトラと対戦していた。1995年のスター・ケードにおいて WCW 対新日本プロレスが行われた際、エディは大谷真二郎と対戦し敗北している。1996年には、WCWUS 王座をめぐりコナンやリック・フレアーと交想している。96年の晩年には、DDP との交想に入った。1997年には、スコット・ノートンやジェリコ、マレンコとの US 王座のめぐる交想を展開する。 王座を失った後に、クリス・ジェリコの WCW クルーザー級王座に目をつけ、構想する。王座を獲得すると、レイ・ミステリオ・ジュニアとの抗争が始まり、マスクまでかけた試合に発展する。この時期、同王座をウルティモ・ドラゴンに奪われている。その後、追いのチャボ・ゲレロとのスキットなどがあったが、中堅的立ち位は相変わらずだった。 ヌオの大ブームが下火になった頃、エディはメキシコ系レスラーで結成されたルオを結成して活動を開始、同時に睡眠薬の過剰摂取などもこの時期から始まった。だが薬の過剰摂取が原因で1999年にエディが起こした交通事故によりルオのストーリーは打ち切られた。事故の6ヶ月後には復帰をするが、今度は 鎮痛剤の摂取が始まる。WCW には2000年まで在籍したが、内部の腐敗や扱いに耐えきれず、移籍を決意する。ラディカルズからシングル路線まで2000年に、ベノワ、マレンコ、ペリーサターンと WWF へ移籍、4人で、ラディカルズなるユニットを結成。早速、レッスルマニア2000で、トゥークールチャイナと試合をするが敗れてしまう。 これを機にチャイナとの熱愛メロドラマを展開、人気を博す。チャイナに積極的にアピールするという役割で、チャイナがプレイボーイ氏に登場する際には撮影現場に行った。エディが警備員に叩き出される光景を監視カメラの映像から流した。当時何でもありだった WWF を象徴する光景の一つであり、2003年に行われた老10周年特番でも、 黙ってキスして、ショーの一つに、ノミネートされていた。WWF における初タイトルは、ジェリコからダッシュしたヨーロピアン王座であるが、これは、チャイナの手助けのおかげであった。その後は、マレンコやサターンとの王座をめぐる、内輪もめを演じることとなり、サターンに王座を奪われる。結局は、エディの浮気が原因で振られてしまう。2000年9月に、IC 王座を手に入れるが、 相手は皮肉にも、チャイナであった。その後は、D-Generation X との軍団構想を展開、サバイバーシリーズ2000で勝利する。その後、ハーディーボーイズとの構想を開始。2001年に入りジェリコの持つ、インターコンチネンタル王座をめぐる争いが、ベノは、X パックとの4人の間で行われる。その後は、レッスルマニア X7 において、 テストとヨーロピアン王座をかけて、勝負、勝利する。ハーディー・ボーイズとの交想も再燃するなどしていたが、プリンス・アルバートとの試合で怪我を負う。解雇からの復帰不幸が重なり角のアルコール使用障害など、問題も多く、2001年11月9日に飲酒運転で事故を起こし、その3日後に WWF を解雇されている。WWF から解雇された後、 再びリングに上がれるくらいまで回復してからは、ローやホア、FWA にイワミッドサウスなど、小さな団体に上がり続けた。また、この時期に1シリーズだけ、チーム2000の一員として新日本プロレスに、久々の参戦を果たしている。WWE 復帰後2002年に入り、WWE と再契約。4月に入り同じく、フロッグスプラッシュを、 得意技とする、ロブ・バンダムと IC 王座を争う。この時二度目の同王座獲得となる。彼は、ラダーマッチで王座を RVD に奪われるが、この試合で、ファンが乱入するチンジがあった。同時期に、ベノワが、怪我から復帰、リック・フレアーと抗争するもキング・オブ・ザ・リングに0二で、敗れる。ザ・ロックの、w、WE 統一王座に挑戦する、権利を得るために、 ロックに挑み破れている。団体の人気者に WWE タッグ王座が新設されると、シャボ・ゲレロ・ジュニアとロス・ゲレロスを結成。カート・アングルクリス・ベノはエッジレイ・ミステリオ。その後は、シェルトン・ベンジャミンチャーリー・ハースと王座をめぐり構想を繰り広げ、レッスルマニア・ジックスでも王座に挑むが敗北する。また、チームのキャッチコピーが嘘つきや、 ずるいとされる、メキシコ人、ギミック、ライチート、スティールと設定されて、コミカルな試合も行えるようになり、シャボと共にずる賢いファイトスタイルで人気を上げていくこととなった。WWE タッグ王者時代ロスゲレロス時代の途中に、シャボが怪我で離脱した際は、タジリとコンビを組む。このタッグの際に、入場時に毎回違った、ローライダーに乗って登場し、 ハイドロで観客を沸かせるようになる。ちなみに、このローライダーでの入場シーンのおかげで、アメリカのローライダー専門雑誌の表紙を務めたことも、ある。なお、ストーリー上は、タジリが、車を盗んで会場に行こうと提案したことをエディが、受けて、車を盗み出したことになっている。タジリとのタッグ解散後、 復活した US 王座戦線に加わり、トーナメント決勝でベノアに勝利し、初代王者となった。同王座を巡りジョン・シナと抗争抗争のクライマックスとして駐車場での、ストリートファイトの際に、シャボが救援に駆けつけ、ロスゲレロスとして、活動を再開している。この頃には、観客のエディへの声援と歓声は、団体でも一番と言っていいほどに大きくなっていた。 wwe 王座ダッシュへしかしながら、ビッグショーに、US 王座を奪われ2004年1月、タッグ王座陥落後に、ロスゲレロスの活動は、仲間割れによって、終了、仲裁役に現れた兄のチャボゲレロシニアにも裏切られ、エディは、不運続きとなる。その後チャボに復讐を果たすと、シングルプレイヤーに転向する。ロイヤルランブルでのチャボとの試合を制した後、 WWE 王座挑戦権をかけた、バトルロイヤルで最後まで残った、カートアングルをしり溶け優勝、ノーウェイアウト2004で、当時の WWE 王者であったブロックレスナーに、挑戦、レスナーから散々負け犬呼ばわりされながらも、ラティのヒートを燃え上がらせ攻撃、下馬評を覆し史上初のメキシコ系史上、最も小柄な WWE 王者となった。 レッスルマニア20ではアングルを相手に防衛に成功、またクリス・ベノアも世界ヘビー級王者となり、二人は泣きながら抱き合った。その後グレートアメリカンバッシュ2004で JBL 相手に王座を落とす。7月の日本武道館公演では、因縁の JBL、ゼネラルマネージャーから電撃的に復帰を果たしたカートアングルを相手に、墓掘り人ギミックで、久々の来日となった。 ジ・アンダー・テイカーと組んで対戦。勝利後に、テイカーの珍しいマイクアピールを引き出した。ヒールへ転身、休止間落後は、アングルとの構想に戻り、また再び WWE 王座戦線に戻るも、脱会はできなかった。2005年、レイミステリオとタッグ王座を、再び獲得。レッスルマニア21以降は、本人の希望により、ヒールターン。 ミステリオ裏切り抗争を開始しミステリオの実の息子であるドミニクの真剣を巻き込んだディープな抗争となった。ミステリオを金網戦で破ったことで抗争は決着した。10月にベビーターン。バティスタの世界王座に挑んだりタッグを組むなどしていた。また、親友になった証としてバティスタからローライダーが送られ、それに乗っての入場シーンが復活した。 生涯最後の試合は11月8日、収録、同11日放送のスマックダウンで、ケンケネディ戦で、パイプ椅子で殴られたふりをしての反則勝ちを収めた。2005年11月13日早朝、遠征先のミネアポリスのホテルで死去。38歳没。死因は、動脈硬化性疾患。翌14日に収録された RA、RAW。 スマックダウンの合同スーパーショーは、本来のストーリーをすべて変更し、エディの追悼大会となった。テレビでは放送されなかった第一試合終了後に、WWE 所属の全レスラーがタイタントロン下に集合し、WWE オーナーであるビンスマクマイホンの長寿と、共に、追悼の10カウントゴングを行った。その最中、カメラが、 会場の観客やレスラーの様子を映しており、母親の胸で号泣する子供の映像や TV では決して見せることがない屈強なレスラーたちが涙を流す姿が映し出された。10カウントゴング後、エディの追悼ビデオが流され、観客からは、サンキュー、エディと声援が上がり、個人の冥福を祈った。エディの死後、スマックダウンのバックステージは大きな穴が開いたように、 寂しくなったという。親友だったクリス・ベノは、兄弟同然の中だったレイミステリオ・ジュニア、オイデアル・チャボ・ゲレロ・ジュニアなどがエディへのリスペクトとして、彼の持ち技を相手にかけると、客席からは、エディ、エディ、とアレンばかりの歓声が上がるという現象が起こった。2006年2月4日5日のスマックダウン、横浜アリーナ大会でも、日本のファンは、 エディの功績を称え、多くの歓声が上がり、事実上の追悼大会となった。また、この衝撃を受けた、田尻が、自主的に退団している。2006年1月には、エディの地元である、テキサス州エルパソ市から、地元の発展に貢献したとのことで、市民栄誉賞を受賞し、ビッキーが賞を受け取った。さらに、同年4月、 これまでの功績を称えられ、WWE 殿堂に迎えられた。さらに、日本の団体でも、新日本プロレスなどで追悼ムードが高まり、各団体では10カウントゴングが打ち鳴らされた。全日本プロレス11月20日後楽園大会では、ディーロ・ブラウンが、エディ式ローダウンと称して、フロッグスプラッシュを、大日本プロレス11月22日後楽園大会では、 マサダとゲンタロウがスリアミーゴズとフロッグスプラッシュをそれぞれ披露した。フロッグスプラッシュ、ありがとうございます。